はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします、VIP です。ということですね、ちょっとね、また聞いてほしいことがあります。聞いてください。あのね、画質が悪い問題あったじゃないですか。あれ様々なコメント本当にありがたかったんですけど、僕の動画前まで画質がね4つしか選択できなかったみたいなんですよ。でそれに昨日コメントで気づかせていただきまして、なんとかねちょっとこちらで調整いたしまして、今日から多分ねすごい画質選べると思うんですよ。なのでもしかしたら最初から480、そのなんていうかな、あんまり通信量食わないぐらいの綺麗な程度の動画に設定できるかもしれないんで、ちょっとそれ試してみてください。あの昨日はね、僕がね、今まで僕が悪かったわ。うん、みんな悪くないっす。今日からね多分いろんな画質が選択できると思う。なんでみんな昨日言った通り、ちょっと右上から試してみて、もしかしたら自動で綺麗になってるかも。今日から画質悪くなることはなくなるかもしれん。気づきました、視聴者さんのコメントで。本当に助かった、ありがとう。なのでね、今日からはねちょっとあの新しい VIP でいきたいと思います。はい、学生に優しい動画になります。通勤中 or 通学中、電車の中でも通信量食わずに見れる動画になりました、今日から。よろしくお願いします。はい、ということでね、今日の動画なんですけども、まあ左見てもらったらね、ちょっと覗いてますね、もう俺の動画でしょって覗いてますね。浅村選手速球は動画です。はい、速球とかもう極みになってます、こちらです。はい、ベストライン浅村選手ですね。もうね、ベストラインが極みに極みになっております。うん、で特殊もずんでて、メインポジションも B になってるね。特殊能力もマックスと。ちょ、リーゴーダー見てな、見てこれレギュラー全員ベストラインになりました。はい、すごくない？あと岡本選手来たらここ全部黄色になりますね。いやー素晴らしい。はい、スピリッツも85,569です。暴力です。ただリーグ順位はねちょっと下がってるんやけど、一応2日連続銀枠なんですよ僕。あ、2週連続か。はい、2週連続銀枠いただいてて、これも多分なかなか上の方行くんじゃないかな、また。はい、ありがとうございます。ということで早速称号チャレンジしたいところなんですが、1回しかできません。まあ何でもいっか。うん、勝利の使者ついてくれたら嬉しいぐらいかな。いきまーす。飛ばす。おー、オッケー、あざす。いいね、ナイス、強心臓。はい、ということでリアタイのオーダーですね。いや最近称号運もいいし、ガチャ運もいいし、最高です、ハッピーです。です。はい、あざす。20ったところで、オーダーですね。はい、千葉浅村選手、実はねちょっと1回やってしまったんですよ。リハビリでやろうとしたらオーダー設定してて浅村選手やっちゃったんですよね。ちょっとリハビリないと打てないんで、マジで最近。浅村選手置いてピッチャーまた内海選手でいこうかな。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、先行ですね。よっしゃよっしゃ、先行が2回回ってくる、お願いします。スタート、オーケー、ナイス、特殊能力。コマチャンス持ってるんで1番じゃないんですよね。前までは走塁やったんですけど、浅村選手前とか結構前はね、チャンスだったんで1番には向いてない。いきまーす、集中します。はいはいはい、大野選手若干苦手なんでね最近。さあ2球目は何か。はいはいはい、さあ2ボール、これどうやろ、赤読まれへんな、まだ1打席目やから。あっ、うわー、マジっすか、超ケースだそれはおかしいか。うわー、今超えてたよ。あー、やば、やった、2回回そう。あ、ミスった、ミスった、ちょっと今振るつもりなかった。もうやばい、大野選手むずくない？大野選手絞らな無理やもんな。あー、うわ、きっつ、それはきつい。さあ勝負してくるのか。よし、うわー、もうこれ打ち損じる時点でもうダメです僕今日。これが6球目。いや無理無理無理、今のはもう無理、相手がうまい、配球というかあのコースが。さあ行きます。なんか嫌な予感する。なんかね最近ね、リアタイ打席立っても打てる気しないんですよね。あかんわ、やっぱ毎日やらないといかん。はいはいはい、あー、どう、あー、次落ちひんほう行こう。ナイスボー。いやー落ちるんよな、めっちゃ粘んねんけど。よしよしよし、これね、これが強い。お、大城選手極みベストライン、いいね。いや今のは甘いわ。いや怖っ。よしよし、取れるよね。ええ、うわマジか。オッケーオッケー、タイピン出る、タイピン出る。よーしよしよしよし、あ、あー、いや、やばいな、やばい、危なー。さあどっち行く。あー、
よしよしよし。マジ？これ取れないんや。いやちょっと変えよう。宇都宮選手打つうまいわ。さあ松坂さん。うわー大ピン出んか。これいっか。ちょっと申告敬遠しよう。よし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 。甘い。甘いわ。負けそうやな。うまい。負けた。負けた。はい、ということで2試合目ですね。いや完敗でしたね。初めて、てか久々にあんなストレートで負けましたね。5対0でうまかった。打率けど3割3分ぐらいやったんですけど、やっぱ打率関係ないっすね。まあマジでうまい。いきなり打つっていうか、なんかほんまに、あ、危なー。さあスピリッツの暴力やば。マジで叩いてる。これマジで手出てる。これは、はい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 、この方の方が打率4割6分ぐらいあったよ。甘い。あとユニフォームなくなりましたね。特殊ユニフォームもうみんな白に戻ってる。はい、ナイスボー。はい、ナイスボー。さあやばい。うわうまっ。取れるよ。よし、さあ来ました。ちょっとまた今回は打てると思う多分。いやーナイスボール。いやーあかんわ。いやーマジバッティングマジで下手やばい。ちょっともうほんまに打席立ってて今打てる気せんな。やば、ちょっと撮影やめたいっす今。撮影やめたい。こんな姿お見せしたくない皆さんに。いやーまあ筒合成、フェース超えへんのそれ。こっから集中しよう。もう一回浅村選手回せるかも。せや、せやね。俺ね今ね配球読んでないわ。そうや、それや。よし、まあ今なんかさっきの試合もそうやけど、来た球打ってるっていう感覚でやってた。いつもの俺じゃなかった。いつもの俺に戻ります。いきます。シュッ、戻りました。いつもの俺です。今よし、いつもの俺です。はい、いつもの俺に戻りました。なんかね今ずっと喋る内容考えてた。さっきまで言い訳かもしれんけど、何を喋ろうかなってずっと考えながら打ってたわ。ちょっと集中っていうか読むわ。そうですね、はいはい、大丈夫大丈夫。読んでないからね。よしよし、ほらもうね、もう今もあ、ちょっと待って、今棒読んでなかったな今。うわ棒読む忘れた。まあいいや、これでもうコールドにしよう。はいはい、読んでんね。もう読み散らかしてるんですよ今僕。そうですね、ここはどんどん、はい、うん、読み散らかしてます、はい、いやーさっきの試合もったいねー。もうここで決めて、ちょっともう一回浅村選手やろう。さあ呼んでます。よっしゃ、呼んでた、呼んで出したから。はい、はい、ということでここですね、これも投球はカットします。さあ行きます。うわ、大阪桐蔭対決ですね。先輩後輩対決。これ動くんかなストレート。よーし、終わり、終わりです。今日の動画終わり。以上、あざした。アザッシャじゃないですよ。追いつかれましたよ。追いつかれたとか逆転されました。はい、あそこが動画の終わりじゃなかった。浅村選手のホームランがいい締めやったのにな。まあいいや、ちょっと逆転します。さよならします。ジャイアンツ1点ビハインドで迎えはい同点。はい同点。さあビッグフライ大谷さんで決めようかな。うん、ジャイアンツ土壇場で同点としています。赤星さん、ハイフライボールインプラスフィールド、ビッグフライ、オータニさん、What a home run! What a shot! Thank you, everyone!